俺そういうの疎いんだけど、この絵は本気でいいと思ったの。かっこいい人だなって思って思わず描いちゃったんだよね。え？社会人って雰囲気だし、コーヒー飲んだらさっと出ていきそうだし。へえ、そう見えた。俺もとうとうサラリーマンになっちゃったか。でもそっちは売れっ子になったら俺なんか目じゃないでしょ。まあね。否定しないんだ。ひどいな。ああ、忘れたわ。忘れた？うん、誰がどこに座ってたなんかいちいち覚えてないし。そうなの？うん。でもこのホッとする感じは馴染みの店じゃなきゃありえないよね。失礼いたします。ホットコーヒーになります。ありがとうございます。このクラシックの音楽とかコーヒー豆の匂いとか、あとあの変わったオブジェもなんとなく見覚えあるし。何？ここに座ってる文也君を観察してれば記憶が戻ってくるんじゃないかなって。観察って？ご自由に。